はい、世界景気にじむ警戒感。 どうなってしまうんでしょうかまあ米中貿易戦争はありますけどそれがもしかしたら、えー、世界経済に影響を与える可能性がありますというか影響は必ずあります、えー、だって世界のね、えー、経済第1位はアメリカ第2位中国ですからねそこでの、えー、貿易戦争これは世界経済に大きな影響があるんだろうと思うんですが、えー、分析をしたのは IMF ですね、えー、I am fired の略ですけども IMF、えー、ですねはい国際通貨基金でございますは9日、約2年ぶりに、 世界経済見通しを過方修正 <coughs> した米国初の貿易戦争で世界の輸出入が減速し米国の利上げも最大債務の新興国景気を下押しする貿易戦争のエスカレートに歯止めがかからなければ景気下振れはさらに深刻になるとも試算2008年の金融危機後の景気回復は転換点に差し掛かっている成長不安に対処できるか心もとない 国際協力はあ、国際協調は身動きが取れず、各国の財政余地も乏しい。IMF のオブ・ストフェルド首席エコノミストは9日の記者会見で、世界景気の先行きと政策対応に強い警戒を示した。 IMF は9日18年の世界の成長率見直しを0.2ポイント下方修正し3.7%に減速するとした世界景気は8年の金融危機やその後の欧州債務危機から脱し日米欧や新興国の経済が揃って拡大する同時成長にあったそれが一転してユーロ圏も日本も中国も成長鈍化の兆しがあるただこの予測はなお楽観的 IMF は同貿易戦争を5段階で試算 米,米政権が自動車関税を発動して報復合戦に突入すれば世界景気の下方修正幅は0.4ポイントに悪化するえ企業投資が減って市場の混乱も誘発すれば最大0.8ポイント下振れすると試算巡航速度なら19年の成長率は3.7%と予測するが 貿易戦争次第で世界景気は高不況の境目とされる3%ギリギリまで落ち込み失速の懸念すら滲んでくる中国景気は原則不安が強まってきた9月の製造業の景、えー、況感指数を見ると輸出の新規受注は48.0と拡大と縮小の境目である50を下回った米国の 交換税で経営が悪化した大手タイヤメーカーが経営破綻するなど雇用不安も浮かぶ。 IMF は米中貿易戦争で中国の成長率は現状でも19年に0.6ポイント下振れすると指摘米国の制裁関税が中国からの全輸入,輸入品に広がれば下方修正幅は1.1ポイントに拡大金融不安に直結すれば1.6ポイントも下振れすると警告する中国の成長率が6%下回れば天安門事件の直後で混乱した1990年以来の事態となるということですねはいちょっとこれ見ると 19年以降、景気は大幅減速するかもしれないと、まあ、予測が立ってますけども、まあ、楽観的な読みと、まあ、ちょっと、あのー、深刻なケースの読みと、まあ、この2つ書いてありますが、世界経済もアメリカも中国も日本も、はいえー、これまい、 日本が一番ひどいいいじゃなでですすかマイナス成長までいきまきよ、まあ、これは一つの予測ですからね必ずこうなるという話ではないですが、えー、米中の貿易戦争、私は結構、ね、頑張れとアメリカを応援したい気持ちでいるんですけども意外と日本にも、ね、大きな影響があるかもしれないとだって日本の企業が中国で作っているものをこれがアメリカに売れなくなるということで、えー、まあ中国は、ねまあ、それでも6%割れって言ったって6%あるわけですが日本はもうこれ以上下がったらマイナスですからね。えー、結局日本はマイナス成長 ななななるんんじゃないか、まあ、こんなような、えー、視点もありますですから、まあえー、トランプ頑張れ中国やっつけてくれという、ねえー、そういう気持ちがある反面、えー、日本にどんな影響が来るのかなというのもちょっと怖いところでした。